いしょ。瀬戸内海に浮かぶ大崎下島です。県内有数のレモンの産地で、15年前から広島レモンのブランドで出荷を始めました。現在 JA 広島豊か管内でおよそ700戸の農家が栽培に携わっています。広島レモンは防腐剤を一切使わないなど厳しい基準の下で栽培されていて、この時期のレモンはグリーンレモンと呼ばれ、黄色いレモンに比べ香りが高いのが特徴です。今年は1月の寒波や猛暑の影響が若干あったため少し小ぶりですが、糖度も高くいいレモンができたということです。広島レモンは、安心安全で食べられます。で、味も濃いですし、消費者の皆様方に喜ばれるのではないかと思っております。収穫されたレモンは選果場に集められ、傷を確認したり大きさ別に選別されていました。皮まで食べられる安心安全な広島レモン、今年はおよそ5000トンの収穫を見込んでいます。